どうも田です,です、えー、なんか今日は久しぶりにお仕事関連の話し,しようかなと思ってあのー、もうあれですね新しい職場の馴染み方みたいな話をしてから結構経ちましたよねあれね夏なんですよ だから、もう、8ヶ月以上経ってる。ね。うん。あの、お互い同じタイミングで新しい環境だったりとかして。転職してね。うん、そうそう、そんなタイミングだったんですけど、逆にってことで、あの、退職フリートークしてみようかなと思って。え退職したんですかいやいやいや <laughs> あの、全然そういう関係ないんですけど、いやっていうのは、なんか、最近、なんか、あの、退職代行サービスっていうのを。めちゃめちゃ話題になってますね。あ あの、ですよね。もう無理でしょ。そう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 。うん、を知って、うん、あの、まあ、退職代行サービスっていうものがあるのは知ってましたけど、うん、あの、実際どういうサービスなのかなっていうのを、まあ、ちょっと見てたら、うんうん、はあーと思って、うん、その、まあ、しかも、このサービスのことで、まあ、いろいろ賛否あるじゃないですか。まあね。うん、うん。から、和田さんと、 ザクバルに話してみようかなと思って。代行させるつもりですか僕に。<laughs> 僕に代行させるつもりでしょう、ねはいはい、今の現場の退職申,申告を <laughs>。検討してるという見られ方になっちゃいますよ。<laughs> そ,そういう話してると。<laughs> はい、田沢さんが今ね、退職を検討してるのかなと。はい。まあ、いや、まあ、あの <laughs>、 まあ僕全然関係ないんですけど、うん、あの、いやなんか確かにこれ話題になってるんでしょ最近確か。話題になってます。あの、かな僕でもまあ今、だからこれは、その一応言っておくと4月ですよね。はいはいはい。で、まあ今年の新卒の退職のその、すごいんでしょなんか、新卒の人が1週間以内に辞めちゃったみたいな率とかがすごいかったらしくて、あとあの、ちょっとその、 え、トピックをね、ちょっと一つ切り出すと、あの、稲葉食品ね。はい、稲葉食品のやつとかすごい話題になりましたよね。あの、えー、稲葉食品って、あの、ご存知ですかちょっと教えてもらっていいですかあの、チュール。チュールのチール。チュール。チュール、チュール、チャオ、チュールの、 あ知らないっすかちょっと、あの、それさすがにあれですよ。ちょっと常識、一般常識として、チュール知らないのは問題になりますよ、これ。本当にただその経歴に関わる、やつですけど、あの、猫ちゃんのね、あの、ご飯、おやつ、チュールっていうのがあるんですけど、とか、ま、あの、缶詰とかでも有名ですけど、稲葉食品っていう会社があって、そこら、だからそして新卒の人が、 は、なんかその、前受けた説明と違うみたいな、なんかその、新卒の人が入る量みたいなのがあるんですけど、はいはいはい。なんかとんでもないボロ、ボロ、アパートみたいな感じの量で、はい、<laughs> なんか水漏れをしてて <laughs>、とても住める環境じゃなくて話が違うから辞めますって言って、一週間ぐらいで、あの、19人中ほとんど辞めちゃった、新卒19人。はいはいはい、うん、みたいな話題が盛り上がってたりとか。なるほどなるほど。そう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 。まあ、あの、毎年ちょっとね、この時期、 これじゃこれの話題ではあるんですよ。今年やたら盛り上がってるなというね、印象を受けてますはいはいはい。だからまあ、もう無理の、ね、あの、もう無理のあの社長さん、<laughs> なんかやたらテレビで言ってます。ああ、そうあそう、だから僕も知ってんのか。そう。だからやたらなんか引っ張りたこですよね、うん、この 4, 4月。いやで、そのもう無理の、その YouTube とかで、その、ど、実際の現場、うん、どういうそのやり取りをしてるのかみたいな。 アップしてたりとかしてたから、うん、人通りみ、見てて、うん、ああ、いやー、なんかね、すごい思うところがたくさんあって。お<ー> <laughs> はい。うん。でも、多分でも、なんかすごい賛否あるけど、うんうん、なんか論点がみんなそのずれてて、うんうん、あの、いや、いくつかあるから論点が、その、そもそもサービスとしての意義の話と、あの、使うか使わないかっていうユーザーとしての話があるから、そ,うですね、そこ結構おっちゃにして、 るというかね。ううん。あの、別にだって、自分は絶対使わないけど、サービスをしてはいいんじゃないっていう意見もあると思うしね。そうですよね。ううん。のでね。ううん。もうこの前提で言うと、あれですか、たださんはもう、あの、アンチ。いや、なんか、いや、僕は使わないんですけど。まあまあまあ、使わないでしょ、その、そう。いや、でも、いや、でも最初に言っておくと、あの、 これ自分の今までの経験がそれぞれ違うから、うんうん、その、例えばそのめちゃめちゃブラそのホワイトの企業でしか働いたことない人にとっては、ブラック企業の感じってわかんないだろうから、はいその、その前提であんまりこう話できない気はするからね。まあ確かに。うん、確かに確かに。まあ僕もその、あの、アルバイト含めて、いろんな、うん、 ことをやってましたから、まあ、渡さんもそうだと思うんですけど、うん、その、とんでもないとこは知ってますよね。とんでもない <laughs> とこありますからね。からね僕もアルバイト程度ですけど、うん、あの、もう、まあ、社員とかだね、辞めるって言ったら、事務所でボコボコにされて、<laughs> はい、で、もう、もう、つって、それこそもう無理、つって、あの、自宅に引きこもると、はい、自宅まで押しかけて、あの、はい、連れ戻されて、はい <laughs> っていう、そういう職場がありましたから。借金の取り立て方なんですよね、<laughs> ねだからそこはもう、うん、あの、シフト、僕らはアルバイトがシフトだから。はい。あの。 みんな辞め方が共有されてて、うん、半年ぐらいかけて、シフト減らしてって、フェードアウトするっていう。みたいな。うん、そう、みんなそれで辞める、辞めなきゃ、それをせざるを得ない感じで。で、僕もそういう感じで辞めた気がするんですけど。いきなりブッチすると、突されるから。<laughs> そう,そう,そう <laughs> トツしてくる会社ってすごいですよね。<laughs> <ぞ>家にね。<laughs> まあ、アルバイトだからいいんですけど、まあ、だ,だから、<laughs> まあ、そういう現場も僕は知ってるから、で、あの <laughs>、そういう現場で、その、その人みたいにね、うん、その現場で、その、 いや、あの、押しかけられて連れ戻されるみたいな、そういう人は、ぜひ使った方がいいんじゃないですか。そうなんですね。いわゆる、本当の意味でのブラック企業に働いてる人はね。要は、辞めるって言っても辞めさせてくれないっていう場合本当にありますかそねその場合は、あの、そういう条件であれば、僕はありかなと思うんですけど、ただまあ、その、ね、基本的には仕事って辞めるって言ったら辞めれるもんじゃないか。だって、その、まあ、権利です権利として。うん。だから、ただ、 なんか、辞めるって言うのが気まずいとか、言いづらいなっていう程度では、まあ、そんなに積極的に使うべきものではないような気はするっていうのが僕の感覚ですまあ確かにね。やっぱこれはやっぱ背景としては、その、まあこの4月でさっきの新卒の話じゃないですけど、うん、まあこう新たに入った会社、4月からの新生活で関係性もこうできていない中で、 ま、しかも新卒というなんかこう,うん、うん、一度入ってしまったからには、何年かお世話にならなきゃいけないみたいな,な。そういうプレッシャーがあっての、なんかそうこういう代行サービスみたいなのを使いたいっていう、そういうインサイトに紐づいちゃってるっていうのもあるんですかね、やっぱね、うん。うん、そう。うんうん、まあでも言いづらいっていうのは僕もわかるんで、うん、でもその時に、まあそうですね。まあ僕は、まあ、まあ、めっちゃ悩む、なんかすごい気を揉むけど、うんうん 退職代行に頼もうという発想にはなんないかな。まあ、そうですね。<ー>なんか、これ僕もなんかそのなんかそのテレビの映像で見たんですけど、まあ結局だからその新卒って言っても、その何ですか、その1ヶ月2ヶ月の就活で入ってないじゃないですか。例えば、えっ、ー、とな、まあ僕そういう新卒とかやったことないんでわかんないですけど、結構長い期間やるんでしょう。あの、うん、なんか、グループ面接とか、いろんな、 なんか、プロセスを経て入社するから、うん、まあ一応そういう中で、あの、なんかいろんなこう、何ですか、そのいろんな人が関わってて、まあそれに対してこう、なんかいろんな音、音気とか、うん、まあね、いろいろこう、なんだろう、うあの、 取りららってくれた、まあ、関係性もあるからねやっぱりその辺は、その人義とか例としては、うん、やっぱりある程度こう、抜けた方がいいんじゃないかっていうのはその代行会社の人が言っては <laughs>、ね、<laughs> いました。いや、そう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 ,そう。うん、だから、べき論で言えば。べき論で言えば、ね。そうそうなんですよ。うん、だから、 まあだから最初の、渡田さんのあれで言うと、アンチかどうかっていうところ難しくて、うべき論で言えば、代行会社の人も言ってるわけだから、うん、まあそうで。できれば、ね、そういう。代行会社なんかない方が、いい社よ世の中になっていくとね。いいかもしれない、ね。ですね。なく、解決できるのが、うん、一番、ね。まあ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 、確かにね。うんうん、でもなんかすごい現代的だなというのは思いますよね。ねやっぱこの、うん、なまあ金がね、まあ僕らが話してる、やっぱりその、個人っていう、 その、なんていうんですか、その、人生として考えたときに、就職とか就活って、多分すごいプレッシャーなんでしょうね、多分、うん、まあ、あの、特に、まあ僕はちょっとそのね、あの、経験的にその新卒でとか、なんか社会人になった経歴がないんで、偉そうなこと何も全く言えないんですけど、まあ相当多分いろいろ あの、さっき言った通り、いろんなプロセスを経て、うん、まあ、かなりこう、責任とか重圧とかなんか変な感じちゃ、うん、感じちゃいながら、うん、そこに入っていくから、まあ、それの重圧にちょっとなんか、勝てないというか、うん、もう、でも、だから、まあ、その重圧もあって、こう、自分から言えないので、誰かやってくれないかと。はい、まあで、要はこの重圧にこの苦しめられてるっていうこと自体が、 なんかそもそもなんか変じゃないかという価値観があるんでしょうね、多分<ー>。<laughs> その働くことに対してなぜこの辞めるっていうことにこんなプレッシャーを感じなければいけないのか、みたいなとかね、はいうん。まあ、またなんか言わんとしてることは、まあ分からなくはない部分もありつつ、まあ社会人としての人生って多分すごい長いじゃないですか。うん、だから、まあその中 なんていうんだそういう、こう、気まずいことを言わなきゃいけないとか、うんうん、やめ、やめるってこと伝えなきゃいけないって、大人になってもやっぱすごい、めちゃめちゃ重圧なんですよ。めちわかります。そうそうそう。うん、だから、まあ、早いうちに経験しておいた方が、ずっと代行サービス使うわけにはいかないでしょうし、なんかこう、うん、まあ、わかんないねずっと代行サービス使い続けるのかもしれないけど、<laughs> うん。あ、まあね。<laughs> いや、ただ、<laughs> うん、なんていうんですかね、あのー、 いわゆる会社で働くって、単純にその会社から、その何ですう、お給料をもらって、あの、労働者として契約するっていう意味合いだけじゃない部分がすごい大きくなっていくるじゃないですか。こう、やっぱり、あの、社会人経験が長くなっていくると、やっぱりこう、いろんな関係性とか、それも含めて、まあ、実際人間関係も含めて、働くっていう意味に変わってくるから、そうなった時に、代行って、 使うっていう選択肢やっぱ、なんかなくなってきますよね、やっぱね。なんか、それは、あの、人間としてちょっと、これだけはやっちゃいけないかもしれないたいなんかありますよね。いや、でね、僕がなんでその今回その退職代行サービスを知って、あの、わざわざ、あの、ここで喋ろうと思ったかっていうと、ちょっとイメージが違ってたんです、僕。あの、代行サービス。代行サービス。代行サービスがあるってのを知ってたから、どん、まあ、きっとね、まあ、要は、なんか辞めるときって、その、 やっぱり言いづらいってのは誰でもあるじゃないですか。まあ本、まあそれ自体が本来で、ねうん、言いづらいものでもないはずなんだけど、だけどなんか気が弱い人とか優しい人ほどちょっとなんか言いづらいってあると思うんですよね。で、この言いづらさを何かしら、なんか、 別の理由とかをでっち上げてくれたり、アリバイ作ってくれたりとかして、いい感じで事実を作ってくれて、やめれるっていう状況を作ってくれたりするのかなみたいな。そういうその、要は自分一人ではどうしてもできないことを、あの、そういうサービスとして、なんかこう、やってくれるのかなみたいなぼんやり思ったんですけど。コンサルティングサービスみたいな。そうじゃなくて、自分が言うべきことを代わりにそのまま言ってもらうっていうサービスなわけじゃないですか、これって。あの、だって、なんか見てたけど、要は、あの、 もう無理のなりなりと申します、みたいな。誰々さんの件でお電話させていただきました。あの、退職したいということなので、こちらにいて、みたいな。要は、自分が言うことを、全く同じことを、その、言ってもらうっていう構造なわけじゃないですか。あ、そういうことだったのと思って。まあ、退職申告代行ってことですね。そうそうそう。ういや、そうなったら、その会社にも、この人退職代行を使ってきたよって当然わかるわけじゃないですか。当たり前ですけど。 いや、そうなってくるとちょっと僕は話変わってくるなって嫌だなと思って。まあでもあれでしょ、その、いわゆるそれ、そういうサービスを利用する人の、働くっていう中での一番のペインになってるのが、 言いづらいってことなんですよ。要はそこをこう解消してくれるサービスがあるんら、お金払ってでもやってもらいたいっていうことだから、相当なんか強いインサイトがあるんでしょうね。うねだからそれを使ったことによってどう思われようが、まあどうでもいいってことなんでしょうね。だから、ね。でもさ、変な話、だって自分でメールいつ送ればいいっていう話でもあるわけじゃないですかだって、どの道だって、何、うん、て言うの,その、何かを介在して、自分が直接言わない形で伝えるんだったら、うん、メールなりて、なんかその文章なりで送るでも、うん ありかなとは思うんで、でもちょっと僕そのシ、システムがちょっとあんま分かってないところあるんですけど、退職代行をして、その代行会社がするじゃないですか。うん、それはもうそこでもう、あれですかあの、退職ってことになる,なるんですかねそれともなんかあの、契約書のやり取りとかは代行会社を経由して,やって、はい。経由して。だから本人は会社と直接絡まなくて済むというか。ああ、えで、その後、なんかその在,在職は1ヶ月ぐらいするってことなの退職。 それもなんかね、電話で代行会社の人がコミュニケーション交渉するのあ、なんか、なんか結構強めに、もう、これでみたいな感じで。なんか、それはなんかその、僕も法律わかんないから、その、法律の根拠を元に、元に、あの、ちゃんと喋ってましたけど。最短で2週間ぐらいでとかそういうのがありますよね。いや、だからまあ。そういうのって、その、法律的には、絶対にその、まあ、どうとでもなるじゃないですか、どうせまあね。だから本来自分で、 いや全く問題ない話ではあるというかね。うん、そうですよね。うん、だからあれか、もう変な話、あの、これっきりですっていうのを伝えてほしいっていう感じってことですよね、もうね。ある、うん、ある種、うん、まあもう、関わりたくないっていう,、ね、いうことですよね。まあまあ、まあ、気持ちはね、わかりますけどね。わかる。 といえば分かりつつ。ただまあ、うん、その辞める時の、僕でも、ちょっとそれとは話ずれますけど、うん、辞める、辞め方で人間性ってだいぶ人によってありますよね。あると思いますね。辞め方が綺麗な人と雑な人って分かりますもんね。うんうん、まあ、そうですね。うん、まあ、変な話、なんていうんですか、その、あの、関係の終わりっていうのが、 その、なんていう、ある種一番出るっちゃ出だから、あの、うん、恋人関係でも分かり際に一番出るって言うじゃないですか。その,<ー>その人の人間性が。はいはい、要は、その、<laughs> 自分にとっての利害とかが、あの、もう関係ないというか、度外視される状況になった時に、どういう行動を取るかみたいなことだから、うん、一番多分本質が出ちゃうっていうか、その部分が出ちゃいやすいんでしょうね、やっぱね。うん、そうっすよね。なんか僕はもう、気持ちよく辞めたいっていうのが、 多分人よりも多分強い方で、うん、あの、めちゃめちゃその今まで辞めるときには、もう神経を使ってきましたね。いろんな意味でね。うん、僕だから、あの、気まずいとこってないんですよ。一つも今までバイト踏んて。ああ、素晴らしい、ね。一回もバックれたことないし、うん、全部綺麗に気持ちよく辞めてますね。だからまあ、あのー、多分すごい最低な選択し、 としてあるのは飛ぶだと思うんですよあの、一番迷惑かかか、うん、<laughs> だから、まあ、退職代行を使ってやめてるのは、まあ、あるしまあ、まだ、あの、いい方なのかなと思って、だからや,っやっぱ結構僕は同年代でめちゃめちゃ飛んでるやつ何回も見たことあるんで、なんか、 しかもさ、その、会社員ですよ。別にアルバイトじゃなくて、会社員で飛ぶみたいな人いるじゃないですか。うん、<通>いるいるいる。多分それは多分一番やっちゃいけないこと<う>かなと思うんで。うん、まあね、それをこう未然に水際で防ぐみたいなサービスがあるっていうのは、まあ、まあまあまあ、ね、ありなのかなとは思うんだけど。でも、ホルモンは、うん、あの、大食大工を使うならバックレロって言ってましたよ。あ、そう <laughs> <laughs> そ,そっちの考えもいるんですよ、だから。ええー。 <laughs> いや、なんか、バックレーはさ、だからその、あの、行方不明になっちゃってるから、だからその会社が安否が確認できなくなっちゃうのがちょっと、そうですね。ちょっと、どうかなっていうね。なんか、それはさすがに自分勝手すぎないか、そうっていうか、そうですね。で僕も、あの、バックレるぐらいなら、大職代行使った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、うん。うん。ひろゆきはいずれにしてもクズって言ってましたけど。まあ。ははは。はは。 まあ、広い池に言われたくないですけどね。海外に飛んでる人に言われたくないですけどね。うん。だからね、だからまあ、むずでも確かに、その、なんかその、げ現代的感があるっていう意味では、すごいいいビジネスを考えたなとは、あの、は思います。だかこれすごい確かに、もう、あの、モー無理って、あの、会社名案、そしたらモー無理ね、なんか、まあ、いわゆるコンプレックス、 ビジネスであるじゃないですか、これって。で、かつ、まあ、モームリって、まあ、うまい指し方をしてるな、とは思うんですけど、なんか、僕、その、他にもサービスあるんですよ。モームリの他に、あの、おいとまとか。おいとま <laughs> <laughs> で、あの、なんか、おいとまの方が、まだ僕好きで、モームリって、だって退職代行するに電話するときにね、会社に、モームリのなりなりですっていう電話をするわけですよ。なんか、その会社に、なんか、適し,し,しすぎっていうのなんか、 まあ、あれですよね。その、なん,かなんていうんですか。その、まあ、労働してる人の気持ちを代弁してるような感じになっちゃってるけど、<う>なんかすごい、あの、なんか労働者視点ってことですね。そうそうそう、うんで。かつ攻撃系じゃないですか。モー無理って。まあ、一方的というか、ね。そう,そうそうそう。だからね、あの、やめるにしてもいろんな意味があるっていうか、モー、うん、無理だけじゃないというか。 そうですね。だからおいとまの方が、まあおいとまって、まだ上品な気がするけど、うね、もう無理ってちょっと僕なんかちょっと品がなってちょっとね。確かにね。だから、あのー、お世話になりましたとか。そうですね。<お> <laughs> まあまあ、そうですね。<laughs> まあ意味は同じなんですけど、まあまあ、まだそっちの方が。なんか捨てゼリフ感あるじゃないですか、ね。もう,もう無理は、だからその、 あのー、そこまで言っとったんかいみたいなね。その、だから、そ,うそ,うその、なんていうのあの、ま、あ会社としても、ダメージあるんだけど、多分採用した人は、多分すごいショックでしょ。あ、そうそうそう。そう、うん。もう無理って思われてたんだ、みたいな。<laughs> そうす。だって、まあ、あていうか、短縮大工を使うにしても、あの、理想としては、まあ、あトラブルなく円満に、うん、あの、辞めるっていうのが理想ではあるわけじゃな誰にとっても。 もう無理って言っちゃってるから、そこの時点でね。だから、もう無理でやめ,やめられてるっていう意味で言うと、なんかその、最後になんか、そこ残してやめてる感じがするっていうか、なんかねうん、うん。確かに。うん。立つとりあえず、あと濁しまくってやめてる感じになってるってことですね。<laughs> そ,うそうそうそう。うん、うん、なんかちょっと僕はなんか、複雑な気持ちになる世界観のサービスだなって思いました。うん。んね、まあでも、 そうですよね。だから、まあ、こういう、だからサービスが、あの、やっぱ、あり得る世の中になってきてるっていう意味でもありますよね。んねなんて言うんだろう、その、やっぱり2、30年前の感覚で言うと、別にそれがいいって言いませんよ。その、昔がいいとかそういうんじゃなくて、2、30年前の感覚で言うと、やっぱ、もう全くこういう概念が、なんか、起こり得る可能性がなかった世の中だと思うんですよ。だからそ,そんなにこう、 何て言うんですかねそこ、そういう、こう、働いてる新卒の人が、そんなことを言え主張できるような風潮ではなかったし、うん、まあ、さっき言った通り、もう無理って言ってる人は飛ぶから <laughs>、は,は,はい。<laughs> 言わずに飛んじゃうみたいな世界だったんですけど、<ー>だから、そういう、こう、何て言うんですかねこう、ミス、あの、働いてどうしてもその起きてしまう、入ってからわかるミスマッチとか、うん、やっぱり精神的に、そういう、こう、 新卒のあのなんか独特の空気あるじゃないですか。やっぱりこうはい、はい、あの、デッチ暴行感というか、ああいうのがちょっと無理みたいなね、うん。人はまあいるでしょうから、うん。でもなんかそういう権利をちゃんと保護していかなきゃいけない世の中。まあそれ、それがやっぱりインクルーシブな世の中ですっていう風潮がやっぱりこのサービスを生み出してるっていうのは、まあ結構あるかなと思って風潮というかなんていうの世の中的にまあそういうこう、うん、あの、そういうのも寛容にしていかなきゃいけないみたいな。 っていうのはあるんでしょうね。まあいいのか悪いのかちょっとわからないですけど。うん、でもその法律とかは別に昔も今も変わってないわけじゃないですか。うん、まあ変わってないでしょうね。だから辞めるって言えない人が増えてきたってことなんですかね、じゃあね。それはあるんじゃないですか。うん、まあ要するにその、なんて言うんでしょう。でも辞めるって言えない人は今も昔も変わんなくて、昔はもうだから、なんとか考えるか、バックれるかっていう選択肢だったってこと。<laughs> そうすね。<laughs> <laughs> か、まあ、でも、まあ、昔の場合、やっぱり、でも、その、なんていうんですか。これ、だから世代によると思うけど、氷河期世代なんか、それでもやっぱりしがみつかないと、もう、そこをやめちゃったらどこにも行けないみたいな感じだったからね。だからもう、やむなく続けるみたいなパターンの人が多かったんでしょうけど、今は選択肢として、そういうこうもう、すぐにやめられるサービスもあるから、そういうのにちょっと頼ってみるっていう選択肢が増えたみたいなとこはあるんじゃないですかね。だそれ、だから相対的にそういうのを使いながら、 まあちょっとね、早いかもしんないけど、すぐやめて、とか、っていう人も増えてるのかもしれない。ですけどね。だからなんかまあその、メンタリティの話というよりは、まあ社会のこう、需要性として、そういう選択肢もできたから、まじゃあ使おうみたいな、っていうこともあるのかなとは、思うんですけど、うん。ただなんかちょっといいのか悪いのかはちょっと全く本当にわ、わからないですね。だって、だって結局、 もう無理の次の回数はもう無理かもしれないっていう、なん、なんていうんだ、その、なんか、なんていうんでしょうね、こう。うんいや、ね。プラスの循環がこう生まれづらい、よそうそう。気もするんですよね。そうん。まあ。まあだから、うん。僕はだから最初に言った通り、要は、やめるって一回言ったのにやめさせてくれない場合とか、うん、そう、ね、そういう場合は使うべきだと思うし、 あと、その、もう病気になるぐらいになっちゃう。なっちゃってるとかね。っていう場合は、そういう人がこういうサービスで救われるべきだけど、その、なんか言いづらいな、みたいな、別に言えばいい状況なのに、なんか言いづらいな、とか、なんかそこでストレスで使いたくないな、みたいな、サクッとこういうサービスでっていう使い方は、ちょっと僕は賛同できないかなって感じ。うん,うん だからなんか、あの、なんかやりようはいくらでもあるんだけど、あえてこれを選ぶかみたいなのはありますよね。例えば、ね、だって、あの、これは代行サービスつかなくても、その、本当にメンタル的に、だまあ要は、便宜上はメンタル的にきついからやめるんでしょう。うん、ってことは、何らかの診断書もらって、もうちょっと本当に、あの、打つ一歩手前の状態ですっていうのは診断書くれたりするんで、うん、まあそれでもいいわけじゃないですか。 な給職なり退職なりを選んでみたいなやり方もあるし、それもある種の代行だと思うんですよね。だから、なんかそ、そ、れをあえてもう、だからもう、究極的に、絶対にもうこの後会社とノータッチで辞めたいっていう人が選ぶサービスなんですから、ね、そう考えると。んなんか選択肢はいろいろあるんですよ。うん、はい。代行というやり方はも。そういうのめんどくさいってことですってことでしょまあだから、まあだから、 呂悪的な感じになっちゃってるってことですよね。<laughs> なんかその、要は、なんかその、め、とりあえずめんどくさいから、まあそう全部がめんどくさくて、それをちか、うん、使っちゃって、まあね、その倫理観的に、そう、なんかそ、うん、そういうのでいいんだっけかみたいなね、うん、議論にはなってきますよね。うん。うん、うん。まあ、ね、だからこの論点、その、なんていうんですかね、こう、重要とか考えるっていうのもあるしけど、うん、こう人間としてのべき論も考える論点も大事だと思うんですよ。うん,うん。 だからまあ。ちょっと左っぽいサービスなんですかいやいや、だ完全に左っぽいと思うんですよ。社会需要性的な、多分、そこをうまく隙間産業に狙ったやつだと思うんですよ。だ、うんうん、からなんか、ただまあ思うのはだから社会的な風潮として、もうなんかそういう空気、左の空気があるから、それをうまく狙ったサービス、ね、<laughs> よくできたサービスだな。そう。だから僕、これって、その、<laughs> でも、とはいえ、ね、議論が分かれてるのが面白いなと思ってて、うん、こういうのって、その、 いや、使っていいんだよっていう方が、なんか道徳的にいい人感出せるじゃないですか、なんとなく。まあ、辛かったらやめていいんだよ、ねうん。そう、だからこういう、どんどん使おうよって。だけど、意外と、ボロッカス否定してる人も結構いるんですよ。それ意外と面白いなと思ってて、この現代にも関わらず。そうですね。うん、でも、あの、これ僕は本当でも、これは金が、ね、金ね今年とか特にですけど、結構分断的になってるんだと思ってて、うん、結局だからその、あの、そ、そういう風潮 っていうのは、特にメディアが言うでしょう。うん、メディアがそういうふうに、まあある種誇張して言ってるとこもあるんですよ。だからそれに対して、なんだこれはと、ふざけるなと、うん、<laughs> そのやめるなんていうことぐらい自分で言えねえ、それが社会人だっていう,うのに、それができねえんなら社会に出るな、みたいな人って結構やっぱいる。いや、まあそと基本的には、<laughs> あの、<laughs> スタンダードの考え方だと思うんですよ。だから、これが、そのなんかあの、マスメディアで通しちゃうとそこの声聞こえないんですけど、実際にはそれぐらい、あの、煽りを入れちゃってるみたいな、要はその、そういうこう、ちょっと保守的な感覚がある人たちを煽るような感じになっちゃってるから、そういう怒ってる人たちは多分すごいいっぱいいるから、まあアメリカでも起きてますけど、こういう、だか、 あの、考え方の分断みたいなのは日本でもやっぱり少なからず起きてるんじゃないかな、みたいなのはね、思いますけどね。うん。うん、なんかテレビとかは、基本的に労働者の味方的なスタンスで報道するじゃないですか。うん、で、会社とかは敵みたいな感じでやるからう、ね。うん。<laughs> うん、で、それ、でもさすがにこれに関しては、っていうところで意外と意見が分かれてるなと思うと、うん。なんか、なんだろう。結構やっぱり、問題あるんじゃないかなと思うんですよね。 問題は、<laughs> <て>まあ、ね、割と堂々と、うん、あの、否定できるんだから、割とみんなこれ。そうっすね。うん、そう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 。うん、だから、からな,な,なんかこう、うん、ビジネスとして、なん、なんていうんですかね、その、種類として、このサービスがみんなが使うようになったら、世の中良くなるよっていうサービスもある一方で、このサービスをみんなが使った場合にどうなんだろうっていうサービスもありまゃいすか、ねすね。いや、ありますね。うん それはあると思います。だから、そのなんか、こ、うん、この延長線上にある世界線というかビジョンみたいなのが、うん、まあもしかすると、あのー、変な話ですけど、そのなんか労働契約、だから日本ってそういうなんか労働契約がすごい厳しい国じゃないですか。うんうん、アメリカみたいに簡単にクビにできないんですよね。うん、だから、そういうなんかある種、まあ、 日本のいいとこでもあり悪いとこでもあるんだけど、ただ、そういうこう、あの、会社員とか正社員って言われてる人たちは、そこのこう、あの仕組みに結構こう、守られてるところはあるっていうのは実情あると思うんですよ。うんうん、それ良くも悪くもなんですけど、うん で、結局だからそういうこう仕組みを最終的には崩していっちゃうようなアクションになっちゃって、あ<ー>まあアメリカですよね、要は。アメリカ見たらわかりますけど、だからもういつ、だからその労働規約ってもどんどんか軽くなっていく仕組みになっていくると思うんですよ。<ー>こう、だからだって、あの、労働者の権利だけが守れられすぎちゃって、要するにその企業側がこうそこら辺の担保できなくなるわけんですかだったら全員業務、業務委託でいいんじゃないかとか、あの、短期雇用。 とかでいいんじゃないかとかあ<ー>、あとはまあそのなんかその解雇できる条件を。はいはいはい。まこれはだから前々からでもこの議論ってあるじゃないですか。もっと簡単に解雇できた方が、あの、流動性が生まれて、で、日本の社会保障ね、すごいいいから、その方がいいっていう意見も多かったりするっすけど、なんか、結果的に行くのはそっちになっちゃうんじゃないかなっていうアメリカみたいな国になっちゃうああ、だからもともと日本は働きやすい国なのに。<laughs> そう。 こういうサービスが対頭してくると、そう。れレレレってなるってことです、ね、そ,うそうそうそう。あ、なんか、いや、労働者の働くで権利が軽くなっちゃうって言いますね。うん。だって簡単に辞めれちゃうし、うん、いやそしたら、雇用側も簡単に切れる仕組み作った方がいいじゃんっていうふうん、風になっちゃうんじゃないっていうのは思います。だから、うん、まあ、ある種手厚く守られてる部分もあるから、これをよしと捉えるか、うん悪 悪い人とらえるかで,、うん、で、で、多分そもそもそういうサクッと辞めたい人って、正直言うとですよ、社会人向いてないと思うんですね、うん。<laughs> あの自分で起業したりとか、あのフリーランスでやっていくっていう生き方の方がいいとは僕は思っちゃいますね。うん、僕の意見としては。なんか、そっちの方からって自分のね、あの、辞めたかったら辞めれるみたいなスタイルに合ってると思うから。うん。なんかこの、あの問題話した時に、なんかその、 えっと、こういうサービスを使わないっていう人にも、グラデーション、グラデーションじゃないあの、二つ分かれてて、うん、あの、例えば、いわゆる新自由主義者っぽい、あの、エモンとかね、広域、うん、とか、ああいう人たちって、いやいや、辞めれんだから、自分でさっと辞めりゃいいじゃんみたいな、うん、いやだから、辞めれるに決まってるから、言えばいいじゃん、うん、っていう意味で、こういうのサービスを否定してる側と、もう人もいれば、うん、僕みたいに、とはいえ言いづらいけど、 なんとか、そこは、なんとかうまく自分でやりたいなって思うから、こういうサービスは使わないよっていう人に分かれてるから。そうそう意外と分かるんですね。そうですよね。<laughs> なんか、なんか、すごい日本人っぽい議論ではありますもんね。逆に言うと、あの、同じ、こう、どっちかって否定派の僕とか、と、うん、あ、その、ホリエモンとかって、 話は合わないんですよ、そこでは。ああ、そうですよね。そうそうそう根本的な理屈は違いますねそうそうそう。とはいえ、そう、言いづらいは言いづらいっていう意味では。うんうん、ですもんね。だから、どっちかというと、うん、心理的には使う側の僕の心理状態のかもしれないですね。うん、あ、そうでしょう。だから、から要は余計なことで悩んでるってことだから。そう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 ,そう,そう、うん。本来悩むことじゃないのにっていう。うん、た,ただ、なんかやっぱりその、さっき一番最初におっしゃってましたけど、やっぱね、本当 本当に辞めれねえやばい会社ってやっぱあるんですよ、うん。うん、だからそれは守られてほしいっていうのは僕も経験上あるからそ、その。だから本当にそういう人だけがね、に届くサービスであってほしくて。そうです、ね、なんかこういうもう無理みたいな会社がいきいきになる意味がちょっとわかんないくて、うん。そうなんですよね。<laughs> だからそのち、<laughs> 本来救われるべき人がそうじゃない感じになっちゃいますもんね。なんか逆になんかそう。 だからさ、これをみんながカジュアルに使い出したら、ただこう甘やかすだけのサービスになっちゃうじゃないですか。まあそうですね。うん。そう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 ,そう,そう。だからまあ、すごい、でも今っぽいですよね。だから今っ,今っぽい。なんかそう、本当に問題を抱えている人が救えなくて、 なんか、上積みの、<laughs> 表面的に楽したい人たちだけが救われるみたいな感じになっちゃうってことですよね。なんか、なんか、すごい今っぽいなっていう、ね。<laughs> でも、こういうサービスがあるって、まあ、僕らより上の世代の人が聞いたらびっくりするでしょうね。だからそうな、あで、で、でもね、結構僕ら世代もきついと思いますよ。こういううです、ね、まだ僕らもうそう、確かに。だって、そういうのに苦しんできた世代だから、うん、特に。だからこそ、 な、なんだそれはみたいに思う人は多いと思う。そうそうそうまあ、あ <laughs> と、こういうところで悩まなかったら人間どこでどうやって成長していくんだっていうのもあってね。そうですね。あの、うん、<laughs> まあまあまあ、そ,そうですね。だから悩むステルの良くないんだけど、うん、ある程度のね、負荷みたいなのは、まあ、な,なんか、ね、こういうことを言うとなんか老害っぽいから言いづらいけど、でも僕、うん、そうだと思うんだけどな、っていうかね、うん。まあね、その、実際、本音としてはそう、そうですよね。<laughs> もし、わたさんもあの、今、 例えば、マネージャー職とかしてて、うん、まあ、面接とかするじゃないですか。全、うん、職を退職代行サービスで辞めたって言った人が来た場合に、どう思うかっていうのはあると思ってて。うーん。その人を採用する上で、それがマイナス基準になるかどうかみたいな。結構いるんですって。やっぱり、あの、うん、それ言うんだ。その、退職代行で辞めました。<laughs> <laughs> うん だから、隠した方がいいよって言われてるらしいんですよね、はい。うん。言わない方がい,い聞きたくないですかね。ね僕正直、その判断基準に入れるかどうかはその人ととるんですけど、うん、聞きたくはないです。その言葉を。<laughs> うん、そうですね、うん。採用者側だったら、うんうん。あの、だったと、あの、そうだったとしても言わないで。<laughs> 余計な情報入っちゃうからみたいな。<laughs> うん、そうそう。まあだから、そういう立ち位置のサービスだと思うんですよ。そうですね。そう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 ,そう。うん だから、まあ、ある種ね、でもあと、まあ、だからまあ、ちょっとこれはすごい、その、なんていうんですか、もうディストピアな考え方ですけど、企業側的には、そういうのをスクリーニングするというか、もうなんか、そんなやつはやめてもらって結構だ、みたいな、うん、ふうにも使えるのかなって思っちゃったんで、なんかこう。確かに、<laughs> うん、あの、面接の時とかに、うん、前職どうやってやめたかって、結構面接のテーマになりますよね、うん。なるなるなる,なる,なる。だからそこって大事なんでしょうね。大事大事。 で、あの、これね、本当でも、本当これよく、最近ツイッターとかでも、X とかでも、こういう話題で、ちょっと盛り上がってる話題あったと思うんですけど、あのー、僕でも退職者って、大体の場合、ネガティブな理由でしか辞めてないって、僕は本当は思ってるんです、ね。はいはいはい、はい。で、まあ、だからなるべくそういうのを、あの、率直に言ってくれる人っていうのは、あの、結構僕、好感を抱くんですよ。うん、あの、あの、本当は、 あの、結構、いろいろ思って辞めたんだけど、大体の人ってポジティブに言うでしょ、これ。うん、あの、いや、もう結構5、6年経って、だいぶ自分も成長できてきたんで、そろそろ、あの、自分のその成長に見合う、もうちょっと大きい会社に行きたいと思って、転職しました。まあ、こういう人は本当にいるかもしれないですけど、でも基本的には僕、大体の場合は、何人の中のネガティブな理由があって、こう、辞めてる場合が、僕の経験上もそうですし、まあ、僕の周りにいる人もみんなそうですけど、 だいたいそうかなと思ってるんで、結構退職理由って重要かなっていう思ってたりするんですよ。<ー>で、そこをフラットに話せた方が、ミスマッチ起きづらいだろうなっていうのは、腹割ってね、話しちゃった方が。うん、<ー>だから、まあ退職代行の話もね、まあ、言ってくれると確かに。 あの、スクリーニングで、はい、そうかっていうとこは、うん、採用者側としては、判断基準はできるんだけど、ね、多分できるだけ聞きたくはない。<laughs> <そ>の <laughs> この人すごいいいなって思ってた人が退職代行を使ってたみたいな。そこはい自分で行かないんだ。<laughs> <laughs> そうっすね。なんかミスついちゃうみたいな。でもあの、確かに今っぽいなって意味では、ちょっと前に和田さん話したあの、うん、あの飲み会、 に給料出るんですけど。あね、あの問題、ね、あの主張の知ってる側と近い、ねうん。近いですよね,ね。すごい近いですね。うん、今っぽいっていうか、ね。今っぽい、今っぽい。すごい今っぽいです。これあの、であの、変な話ちょっと誤解しないと言った時に、今の若者が悪いってことじゃないんですよ。あの、そういう風潮、世の中的な空気感でそういうサービスができてるっていう。うん、しかもそのニーズに合致しちゃってるみたいな。 ところっていうところがあるから、あの、極端にその、なんていうんですか、あの、なんか、こう、若い人っていうでかい主語で、くくりたくないんで、なんか、そこはね、ちょっと、誤解なきようと思ったんですけど、ただなんか、やっぱり、その、なんて言うんですかね。まあ、まあ、僕でも風潮というよりはビジネスがうまいなっていうだけだと思いますよね。ビジネスうまいんですよね。だから、<laughs> でもなんか、そういうのって助長させちゃうじゃないですか。やっぱり、その、い、こういう、 こういう感じでもいいんだって。うん、別にそこは悩まなくてもいいんだみたいな感じになっちゃうじゃないですか。うん、そうなのかみたいな問いかけがこうね、できなくなっちゃうっていうのはちょっと難しいかもしれないですよね。うん、なんかこう、まあ、そうですね。その、これは個人的な好き嫌いというか、話ではあるし、うん、まあなんか、 あの、そういう意見を聞いて、まあ確かに僕もそう思うっていうことなんですけど、まあ世の中のいろんなサービスがいろいろ出てくる中でね、その人間をより良くそのしていくためにアシストするサービスなのか、ダメ、ダメにしていくサービスなのかってあって、ビジネスとしては別にね、そこって関係ないから、成功すればいいから、うんうん、っていう中でね、なんかこう、そうなんですよ。<laughs> だから、 結構その、なんていうんですかね、あの、いわゆる労働もそうだし、あとなんか人間の本能に関わるやつ、あの制約とか、制欲とか食欲とか、あとはなんかそのコンテンツの消費欲求とかもそうなんですけど、うん、その願望だけとかインサイト、なんかインサイトっていうか欲求だけを満たしていっちゃうと、やっぱりこう、うん、ちょっとこう斜め上というか、うん、あの、 良くない方向に湾曲していくこともあるから、だからやっぱこういうサービスとかを考える人のこう倫理観というか、ビジョンというか、で、その世の中の,その社会をどう捉えてるかってすごい重要だなと思ってて、うん、だってこれまああの、もう無理の人も、もう無理っていうサービス名からわかるんですけど、労働者の味方になってると思ってると思うんですよ。この名前つけるってことでね。うんうん、そういう人を救ってあげたいみたいな。うん、でも、そうなんだけど、その裏側では、 あの、雇ってる側とか、そこに介在してる人たちとか、あとはその人自身の人生ってその後どうなっていくんですかっていうなった時に、うん、ちょっとまだその、なんていうの、うん、やめたいっていう気持ちをソリューション提供してあげるっていうとこだけに帰結してるような感じになっている。うん、その先結構、ちょっと良くないことが起こるかもしれないっていうところが、うん、ちょっとね、そのサービス的に、そう考えているのかっていうのは気になりますけどね。うんうん まあでもね、ビジネスはそこまで考えなくていいんだろうなって思うから。いや、でも、その、なんか僕はビジネス向いてないんですよね。いや、でも、<laughs> でも、でもですよ。でも、やっぱりこれ持続可能性があるとは思えないんですよ。このビジネスに。うん、今だからですよ。うんうん、今だからできるっていう。で、ね、だから市場的にも、その新卒が足りないからですよね。これなんか、あの、要はその売り手市場だから、うん、あの、できてるけど、いや、 今だからできてるっていう感じかなと思いますけどね。うん。うん、だからもうちょっと別のソリューションだったら面白い気はするんですけどね。うん、だから、ああだから、あ、僕、だから一つ思ったのは、これだとビジネスにならないんですけど、うん、その結局、その、堀山が言ってる通り、やめれるわけじゃないですか。基本的には、普通は、うん。そうそうそう。めちゃめちゃ、さっきの例外的なブラック以外はね。うん、だから、そのナレッジが知らを、を教え、共有してあげればいいだけなんですよ。そう,そう,そ,う,そ,うそう、そうなんですよね。本来であれば、 本当に代行しますかって確認取って、いや自分でもしか言えるなら自分でってアドバイスをして、それでもできなかったらサポートするっていうぐらいにした方がいいと思うんですよね。僕はでももうそっち側で、うん、だからもう無理じゃなくて、まだいけるかも、みたいなサービスをしたいんですよ。<laughs> 僕はどっちかっていうと、あの、やめるって選択肢もあるけど、まだやれるかもしれないっていう、うん、だからその可能性を探っていくみたいなのは、僕だったらそっちにサービスやりたいかな。うん 要はだからその何らかの形で辞めたいわけでしょ。うん、それを解消できるなんかポイントがあるんだったら、そこをまず解消してから辞めるっていうのもできますよとか、そこら辺をコンサルテーションしてあげた方が、で、話も聞いてあげることで、その人も安心するじゃないですか。その、うん、あの、労働者、働いてる側の人も。要は何らかこう話せなくて不安だから辞めるって言ってるんだから、そこをなんか繋ぎ止めてあげないと、結局次の職場でも同じことやるっていう、ね、さっきの話になると思うんですよ。結局繰り返してその人人生ダメなな 確かにね。ねだから、なんか、そういうビジョンがあるならいいサービスだなと思うんですけど、うん、なんか、その、辞める、だから離婚させやみたいな感じ。うん、うん。あの、ねまあ、いいんですけど、あの、別れる、別れないとか、個人の問題なんでいいんですけど、結局だから、その、なんですか自、自分に何か理由がなかったかのかとか、うん、そういうのが、 こう、うん、自分の中で振り返れないと、また同じこと絶対するじゃないですか。これはあの自戒を込めて、自分も全くそういう経験があるんで言うんですけど、うん、なんか、そういう気づきがないサービスってど,どうなのかなっていう、やっぱ思い<ー> <laughs> ませんからって。どしてまた同じことするんでしょう <laughs> みたいな。そうですね。確かに、確かに。うん、まあなんか、月明け場の対象療法としての。そう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 。 僕でも、だから、あの、僕、究極的には、あの、エモンを目指すべきだと思ってて、メンタル的にね。だって、一番正しいじゃないですか。だって辞めれるんだから辞めるっていうだけの話だから。まあ、そうっす。あ、そうっす。その点で言うその意味で言うと、僕だって、あの、そっちを目指さなきゃいけないわけですよ。変に気をもんだり、あの、自意識過署になってるだけだから。だから、そのエモンみたいなメンタル持つためのサポートを本来するのが正しい、その方向性になってきてますよね。ああなるほどね。 大丈夫やめれるからって。うん。言うだけだからってって。うん、メンタルをも持ってもらう <laughs> 方に導くのが正しいやつ <laughs> <laughs> 確かにね。うん、うん。確かに確かに。まあ、たがそうですよね。そこら辺の多分、そのなんて言うんですかね。あのー、都合の悪いところだけを誰かに任せるみたいな。うん、そうですよね。それはだから、 結局一番こうサービスとしては、なんかこう、その人の、なんかその、その人っていう、そのなんか顧客を考えた時に良くないソリューションな気はするから、まあ確かにそうですね。 じゃ自分で言えるようになってみよう、みたいな。そうそうそう。その感覚っていうのは確かにね。面白いかもしれない。みんながそのサービスを、もしね、そういうサービスだとして、みんなが使ったら、みんな成長するじゃないですか。そうそう。いいサービスだと思う。確かにね。で、ここ最後自分で言うことが一番大事だから、これ最後、最後だけ自分で言ってみようかと。そこまでアシストするから、みたいな。そう、だから、そうそう、だから、あの、裏側で全部糸引くから、自分でやってみようっていうのあったらめっちゃいいと思う。 だって、そしたら、自分でちゃんと言ってやめたっていう、M、円満退社を自分で作ったっていう、自分の実績として残るわけだから、うんそうねうん。そうそうそう、そうですね。うん。まあ、だから、その退職相談ってさ、例えば友達とかにしたりする人いるじゃないですか。うん、だから、なんかその感覚で、ね、そうそうそう,そう、あ<の>それでいいと思うんですよね。だから、後押ししてくれたみたいな感じはいいかもしれない、ね。うん、後押しと、その、なんていうの、その、あの、他の子、誰かがやった方がいいアシストとかサポートみたいなとこやってくれるとか。うん 本来でもそうするべきで、もしその悩んでたら、いろんな人に相談していろんな知恵をもらって、何とかしてこう解決をしようという努力を一応一通りするのは一応正しい気はしてて。まあそうですね。そ,うん、それでもやめれないんだったら、最終手段として、こういうサービスを使うっていうのが正しいのかなって思うんですけどね。えだから、ね、これが、まあ、 ねその今、その、でも難しいのは、そのなんかし、その新、新卒っていう概念が、まあちょっともう時代に合ってきてないんじゃないかなっていうのも、ちょっと思ってたりするんで、<ー>もちろんね、新卒じゃない、そのなんて既卒の、もう中東の人でもこういうサービス使ってる人はもちろんいいと思うんですけど、まあ、特に新卒でっていう話題が上がった、上がってたんで、なんかそのね、ちょっとまあその新卒っていう仕組みをも,もうね、なんか、そこは、 なんかね、なん、なんかないっすかねもうちょっとね。なんかこう。なんかこう、毎年さ、こういう話題聞くけどさ、なんかこう、変わんない。なんか、ね、うん。日本のいいとこならか悪いとこなんか知らんけど、なんかこう変わんない。毎年この話題してるな、みたいなね。感じますけどね。なんかね。うん。なんか労働に対するリテラシー、うん。上げていくっていうことも大事なんでしょうそうなんでしょなんかその、 このサービスを使わなきゃいけない状況になってるって、<う>あの、労働者側とあの会社側、どっちも間違ってるケースがあると思ってて、ねねうん、要は、えっと、労働者側は辞めれないと思い込んでる。うん、で、会社側は辞めさせあの、辞めさせられないと思い込んでるみたいな。ある。 どっちも間違ってるみたいな。どっちも間違ってる。<laughs> 確かに。うん、そのケースが結構あるんじゃないかなと思って。うん、そうなんですよね。うん、まあ結局その新卒ってさ、生え抜きでからさ、もう本当ゆりかごばから墓場までじゃないけどさ、まあ、ただ現代的にちょっとその,その考え方ありえないと思うんですけど、結構そのスタンスで望んでる企業って多いじゃないですか。うん、もうほんとなんか、なんか終身雇用でもうあのね、退職まで面倒見るみたいな。だからここでこう、あの、 まあ、くも悪くも、マインドセットをインストールしておかないといけないんだ、みたいな。うん。うん、成長、叩き込むんだ、みたいな。会社ってあると思うんですけど。ねえ、だから、だから、そ、そういうとこも、そういう、こう、こういうサービスを使っちゃう人を生み出しちゃう原因の一つではありますよね。うん、なんかその、意気込みすぎというか、なんつんのかな。なんかこう、集中関係がさ、<laughs> なんかこう。<laughs> <laughs> で、なんか、まあ、新卒の、 人と言われる人たちも、やっぱりこう、新卒っていうスタンス、や採用していただいたみたいな感覚、うん、やっぱヘリクだった感覚もあるから、うん、なんかね、そのこう、主従関係の中で、このまま一生やっていくのかみたいな変な、変な感覚があるんでしょうね。うんうん、どのうち大丈夫ですよ、2、3年後に辞めてんだから <laughs>、みたいな。安心してくださいって思うんですけど、うん、<laughs> なんかこう、ずっと苦しまなきゃいけないのかみたいな感覚があるんでしょうね、やっぱね。うん。 なんか、それって変わんないですよね。やっぱ、なんか、そこ、そこは変わんないんかいみたいな。いや、だってさ、サービスはさ、こういうサービス出てきてさ、<laughs> <あー S 1> その社会は若干変わってんだけどさ、風潮、なんか、いわゆるこう、実際のこう、あの、労働者と雇用者という関係性は、なんか、あんまり昔からそこまで、そういうのは変わってないんだなっていう。 まあ時代とのこうミスマッチな感じっていうのは助長させてるのかなと思うね、うん、思いますけどね。なんかね。うん。だから、海外とかこういうのないんでしょうね。全く起きないんでしょうね。こういうサービス。あいや全くいらないでしょうね。意味がわかんな,、ね、ないでしょうね。意味がわかんないでしょうね。本当。それこそアメリカでは絶対ありえないんですよね。うん。うん、<laughs> だから、なんか、これもその最近、こう <laughs>、あの <laughs>、<laughs> 話題になってましたけど、 あの、インド人かなインド人の方を、あの、まあ、例えば IT のスタートアップとか採用しますと、新卒で。で、あの、半年ぐらいで、あの、給料、まあ、あの、なんていうのその、いわゆるこう、あの、雇用、使用期間が終わって、あの、ちょっと給料上がったりとかするじゃないですか。うん、で、あの、給料上がったんで、これからもっと頑張ります、みたいな感じで、結構その、あの、ね、そういうのを、 ちゃんとそこまではやる人がいるらしいんですけど、上がった瞬間、あれ先週まで、あの、もうもっと頑張りますって言ってたインド人の人が、もう次の週やめて別の現場に行ってる、別の会社に行ってるってケースがあるらしいんですよ。<ー>いや、だから本当、その外交の方したたかで、給料上がったらそこをベースにして、あの、今これぐらいの給料もらってるんで、もっと高い、あの、シチュエーションというか条件で、採用してくださいって言って、 あの、そういう材料にしちゃうんですって。なるほどだからもうその、考え方が、もう全く次元が違いますよね。はもう勝手にしかしてないんですよ、自分たちも。まあ、それはそれでね、ちょっともうめっちゃ個人主義なんで、はい、どう、まあ、強いけど、倫理的にどうなんかっていうのを思うのはあるけど、ただやっぱ強いなと思っちゃいますね。うんうん、人間として。こう <laughs> <ー>、<laughs> それぐらいこう、たくましかっていいというか。うん。確かにね。 でもなんか、自分のその、ステップアップにしか考えてないんですよ。<ー> <laughs> うん。だから、なんか、そういう話を、あの、共有していく方が正しい気がするんですよね。そうそう、そうですね。うん。あ、それでいいんだって、うん。そうそう、全然弱くないからね、みたいな。そうそうそう。もっと強気でいかないと、みたいな。うん。とか、まあね、あの、アメリカの人もきも、も、も会社とか気に食わなかったら、もうすぐ辞めちゃうって言いますからね。うん 会社側も会社側ね、すぐ首切りますけど、うん、もう本当それは、あの、雇用される側もめちゃめちゃドライですから、もう本当あの、なんていうんた退勤時間だともう1、1ビリたりとも残業とかせずに、うん、やっぱね、あの、帰る人も多いですし、あの、会社の飲み会とか絶対行かないですからね、あのうん、アメリカの方とか、フランスの方とか、うん。ねだからそういうぐらい、割り切ってるアメリカさんたちを見るのも、まあ、うんうん いいのか悪いのかわからないけど、まあ勉強になるね。<ま>あり <laughs> つつ、うんうん。まあでも日本でもそれはできるわけだから。でき、全然できます、ね。そう,そうそう。全然それぐらい強くいって。できるっていうことをなんか、ね、もっと広める活動の方がいいんじゃないかなってね。うん、そうですよね。そう。うん。だから、ね。逆にその、そうですよね。そのもう無理の場合は、それ逆をこう、助長させちゃいますよね。やっぱり労働者の権利っていうのは、 そんなに強くないんで。うん、だからこそ我々がそういうとこは守ってあげますから、みたいな。<laughs> なんか、別に守られる必要ないんだけど、みたいな。弱いことを受け入れてくださいって言ってるような感じ。もう無理って言っていいんですっていうサービスですからね。ね確かにね。うん。なんか確かにね。<laughs> ネガティブのサービスですね。ネガティブですね。その言っていいんだよって。<laughs> <laughs> 全然無理じゃないんです <laughs> みたいなね。うん。 いや、すごいタイムリーな話題じゃないですか。ね。結構でも確かに話題になってたなと思って。いや、あの、だから、わさんとしてはね、常識だったんでしょうけど、僕はびっくりしたんでね。っていう最近、ぜひ話しそうと思った。なんか、あの、去年もなんかこういう、なんか話題でも、なんか、あ、僕じゃないですよ。あの、なんか会話が盛り上がった記憶があるんですけど、退職代行っていうのができたんだっていう。あ、そうですね。それ結構前から結構前からありましたけど、 こんなね、こんなそのままだと思ってなかったです、やめるっていうのを代行してくれねうん、まあ、や、だからやめたいと思って、やっぱ言えないと思ったら、またなんかそういうのを相談するようなところに電話してみるとか、いいと思うんですけどね、そうですね、代行を頼む前にね、なんか、うん、なんかね、そうですよ、そうですね。 体の悩み電話相談みたいなんかその思春期の子がかける <なあ S 1> ホットラインみたいな <laughs> まあでもそうですよねなんか踏みとどまるじゃないですけどちょっとなんかいろ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 多分やり方あるいでしょう, <ん S 1> うそうだってただ知らないだけとかね <うん S 1> あるかもありますよねあとなんか異常に不安な状態になってるからこそ絶対 絶対やっぱ、周りが見えてない、状態だと思うったと。だから一回ちょっと落ち着きましょうみたいな。でもいいかもしれない。チャット g. P. T. に相談するとかいいと思います。チャット g. P. T. はね、本当ね、あの素晴らしいですよ。あの、なんかだから、すぐ、あの答えてこないですよ。なんこの辺はね。冷静に、冷静に答えてこないですからね。そう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 。結構、僕、そういう使い方しますね。あの、自分になかった視点を、上げてくれるんで。ブレストア相手にしても。ブレストアイテムそう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 。確かに。確かに、確かに。はい、とことでね。 終わったよりもやっぱり盛り上がりましたこれはね盛り上がりますこういう話題は盛り上がっちゃいますから割りと綿さんがテーマとして持ってくるような話題だったそうですね社会問題的なねやつですかもう1時間編集が大変ですねじゃあまた来週ありがとうございました